はい、おはようございます。今日はですね、このパリで買ってきた、最後のチョコレートをちょっと食べてみたいと思います。はい、こちらはですね、アラン・デュカスじゃなくって、街で見つけたチョコレート屋さんの、チョコレートでございます。確かマイケル・クレイジルさんっていうお店だったんですけれども、お店の人が、このチョコレートすごく美味しいですよということで、勧めてくださったので、ちょっといただきたいと思います。カカオは70%のチョコレートで、なんかミルクが45%というチョコレートでございます。おいしい。すごくおいしいです。美味しいチョコレートです。パリはやはりチョコレートのお店たくさんありますのでいいですよね。それで、今回もうパリの、動画は撮ってるのが少し残ってるのを最後にあげたいと思っております。チョコレートのお店と、あとカフェでの、食事の、画像でございます。パリのね、カフェはだいたい食事ができるようになってまして、最初パリに行かれる時にね、ガイドブックでホテルの近くにレストランがなかったりっていうことがあると思うんですけれども、大体カフェで食事できますのでね。ただ味に関してはやはりビストロとかね、そういうとこに行かれた方が美味しいと思うんですけれども、今回はブラブラと歩きまして、孤独のグルメ状態でここがいいかなっていうようなお店を入って食べてみました。写真付きメニューがあったり、日本語のメニューがあったりして、結構困らず注文できました。ということで、最後のパリの動画をご覧ください。残りにね、最初の方の、成田のホテルとか、成田空港の様子などの動画も残ってますので、またあげたいと思っております。はい、それではどうぞご覧ください。先ほど食べましたチョコレートのお店、マイケル・グレーゼルというお店でございます。こちらはね、内装もポップな感じで、チョコレートのパッケージも色とりどりで可愛い感じですよね。この白い箱のね、チョコレートが日本の通販で5000円で売っておりましたので、やはりかなりね、高級なチョコレートかなと思います。パリはね、こういうチョコレートのお店、街角にいっぱいありますので楽しいですよね。こちらのチョコレートは結構甘かったので、初心者の方向けにいいかなと思いました。はい、こちらは初日の晩ご飯を食べました。ホテル近くの、カフェ、マデリンっていうお店なんです。赤い内装がもうすごいインパクトありますよね。初めてパリにやってきたということで、ノンアルコールビールとカクテルで乾杯しております。こちらはですね、写真付きのメニューがあったので指差しで注文しました。かなりね、ボリュームがあるお料理だったので残しちゃいましたけれども、美味しくいただきました。お値段はそこそこ1人分3000円ぐらいになっちゃいましたね。物価が高いです。はい、こちらはですね、カフェ、なんて言ったかな、ウィークエンドっていうお店なんですけれども、お隣がね、子供服の、ジャガディっていうブランドのお店がありまして、なかなかこういうブランドのショップの間にあるお店でございました。鮭のソテーなどをいただきました。はい、外から見た感じですね。隣がジャガディのお店でございます。最後はそちらの向かいの、カフェに飛び込みで入りました。こちらのカフェは、日本語メニューなどなかったんですけれども、ボーイさんがね、とても親切で、かっこいい方でしたよ。このサラダが結構なんか食べにくかったんですけれども、パリのカフェを堪能いたしました。パリのカフェの紹介でございました。